8月12日に NHK で放送された特別番組、おげんさんのサブスク堂に、フィギュアスケーターの羽生結弦がゲスト出演した。おげんさんという母親役に扮した星野源さんと、レコード店、サブスク堂の店主に扮した松重豊さんが、ゲストを迎えて音楽について語り合うトーク番組です。テレビ局関係者、以下同。羽生結弦は、おげんさんの弟として登場。審査員を務めた昨年末の紅白歌合戦のバックステージでは、星野さんと遭遇し、お互いに本物だとはしゃぎ合ったそうです。羽生結弦さんは大の音楽好きとしても知られていますし、終始楽しそうに音楽談義に花を咲かせていましたよ。楽しい時間を過ごしているのはテレビ画面の中だけではない。8月4日の夜11時11分に、自身の公式 X、旧 Twitter で、私、羽生結弦は入籍する運びとなりました、と発表したばかり。今は、新婚生活を満喫していることでしょう、スポーツ指揮者、以下同。ただ、その相手は一切明かされていない。しかし、スケーターたちや関係者にも、お相手はもちろん、結婚することすら知らされていませんでした。そのため、ネット上では元人気アイドルやピアニスト、スケーターなどが花嫁候補として取り沙汰される事態に。結婚発表から2週間以上が過ぎても、その情報は全く漏れ聞こえてきませんし、徹底的に極秘を貫いているのでしょう。アイスショーを開催する話が。そんな羽生結弦には、もう一つ極秘のことがあって。今年の9月から10月にかけて、アイスショーを開催する話が持ち上がっていたんです。開催地は、東京、宮城、青森などを予定していました。今年の春頃には、多くの関係者の耳に入っていたはずですよ、フィギュアスケート関係者、以下同。だとしたら、もうすぐ9月になるのに、発表しなくて大丈夫。実はこのアイスショー、立ち消えになってしまって。一体どういうことか？競技者としてスケートをしていた時に比べると、どうしてもファンが減ってしまっていることが、その理由の一つです。昨年7月、プロに転向したことで、スケートを競技として見ているファンが離れてしまった。そして、今回の結婚で、羽生結弦さんをアイドルとして推していた人たちも、ユズロス、状態ですから。アイスショーは幻となったが、それすらも糧となる。羽生結弦さんは、プロ転向後はほとんど休みなくショーの公演を重ねてきました。そんな中、新たな人生の一歩を踏み出して、少なからず心境の変化があったはず。それによって、羽生結弦のスケートもさらに表現の幅が広がると思います。結婚直後にショーをするより、新たな感情をかみしめる時間を経て、進化した世界観を見せてくれることでしょう。一人を超えていけ。羽生結弦、ANA オフィシャルグッズ第5弾決定、天と地と衣装着用フライトベアが登場。全日本空輸、ANA は21日、プロフィギュアスケーターの羽生結弦のオフィシャルグッズ第5弾を9月1日から販売することを発表した。2022年1月からスタートしたオフィシャルグッズ販売の第5弾となる今回は、羽生結弦の ANA オフィシャルグッズで一番人気のフライトベアの新モデルとして、天と地とのコスチュームバージョンが登場する。また、羽生結弦、アルチザン&アーティスト、ANA 初のコラボレーション商品となる、アルチザンアーティスト×アナユズモデルポーチも販売する。フライトベアはぬいぐるみ、キーホルダー、巾着の3種類を用意。ぬいぐるみとキーホルダーは、天と地と衣装のほか、黒ジャージ、着用のものを2体セットで用意する。販売場所は、アナストアスカイ、国際線機内免税品プリオーダーサービス、A スタイル、アナモールの3箇所で、商品により異なる。通販サイトは9月1日午前10時にオープンし、プリオーダーサービスでは10月2日から予約開始となる。